今日は久しぶりにまた愛知県奥三河の、三瀬明神山に来ました。で、千岩峡ルートから久しぶりに登ろうと思ったんですけどちょっとのんびりしすぎて8時到着で小滝橋駐車スペースですね、超満員で溢れてたんで、今少し進んだところにある駐車スペースに停めたんですけど、ちょっと今試案中ですね。もうこのまま土地の木沢行ってまた向こうから登ろうか。でも久しぶりに千岩峡行きたかったんで、ここから戻って歩いて戻って10分ぐらいかな、登山口まで35分ぐらいかかるかもしれませんけど、千岩峡ルートから登りたいと思います。よし、じゃあ準備でき次第行ってきますね。There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me?準備できたんで出発していきます。一度小滝橋の方に降りていきます。よし、行こう。小滝橋駐車場まで、5分もかからないですね。今日いっぱいだな。紅葉シーズンか。これは参ったな。まあ5分ぐらいいいですね。よし、登山口に向かいます。お、左に入ります。
ですね。っていうかもう永遠に入れないでしょうね、そこは。先ほど車を止めたとこから、約23分一般道を歩いてきました。で、ここが千岩峡入り口ですね。右手には綺麗なトイレもあります。今日はすごく車混んでたけど、これ自転車はみんなクライマーさんだよね。今日クライマーが多いのかな。よし、千岩峡、ここから登っていきますね。よし、行こう。綺麗だわ。すごく水が綺麗。だいぶ涼しくなりました。ということは多分あの方たちももう出ないのかなと思っていますけど、いいね。登山道は明瞭で迷うようなところはないと思いますけど、こういうところがジブリっぽいって言われるところですよね。かなり濡れているので注意が必要ですね。こんなところで滑って転ばないように。この橋ですね。ここは、三つ明神山をこのまままっすぐで左に行くと千岩があるんで、9時か寄っていくか。よいしょ。はい、これ寄っていくと1時間ぐらいロスかな。
体力もごっそり持ってかれちゃう。ここに東屋があるんで、本当は荷物をデポしていくと地位は登りやすいんですけど、まあちょっと今時はね信用できないんで、荷物は持っていった方がいいかな。今日だいたい車を止めたとこから、40分ですね。40分で地位は今日まで来れます。この看板のところを左に行くんですね。僕間違えて今右に行っちゃいましたね。適当に歩いてるともいかんね。もう一遍戻ってきて左から行きます。駐車場から45分、千岩橋に到着ですね。あんな階段を登っていきます。この千岩橋を来るときは手袋あるといいですよ。こんな手すりやはしごを持たないといけないんで、手袋推奨です。こんなほぼ直角ですね。こんなところを登っていきます。登っていきます。もうはしごはサビサビなので、素手ではつかめんな。よし、行こう。鉄橋子は4つ終わりですね。おお、怖っ。最後怖いですね。今千岩橋の中でちょっとまずいな、すごく苦しくなっちゃって。
これはまずいな。ちょっともう今日は明神山やめとくか。地位は登って撤退するかな。ちょっとまずいわ今。あのね、すげえ苦しかった。今休憩してたらだいぶ良くはなってきたんですけど、この状態で胸突き八丁なんて登ったらあまり良くないんで、よいしょ、まあ、とりあえず地位は今日一周回りますね。前回御嶽行って1ヶ月ですね、1ヶ月の間ちょっと不摂生して山も登ってないしウォーキングもしてなかったんで、よくないですね。やっぱまずいな。今日は帰りますね。太陽が出てすごくいいとこですね。ここはここね、見せて明神山が見えるところですね。石のトンネルの間から、ここから急降下で降りていきます。右に入ってきますね。おお、今日はいい天気。うわ、すごい人がいるな今日。先ほどのところに戻っていましたね。よし、地位は今日の分岐に戻ってきましたね。これを左に行くと三ツ瀬明神山に行きます。今9時53分、現状行けそうな気がするんだけど
ちょっとさっきのは気持ち悪かったから今日はおとなしく撤退します。かよ、やめようやめよう。この状態で胸付き八丁は厳しいわ。戻ってきました。登山道ですね。せっかく歩いてきた一般道をまた30分かけて歩いて駐車場に戻ります。今日来るときに私の家から奥三河に来るまでのバイパスの道路が途中で遮断されちゃってるみたいで、今年中12月28日まで工事って言ってましたね。とんでもない渋滞が起きてましたんで、もう今年中はちょっと奥三河には来れないですね。まあ高速乗ればいいんですけど、なかなかね高速乗ってまでと思うんで、秋の紅葉シーズンは三重県か北の方に行きたいと思います。行けるかな。ちょっと今日はビビったな。本当登り始めて2時間15分ですね。もう戻ってきました。駐車場、あ、駐車場ここもいっぱいになっちゃってるな。あ、でもまだ止める理由があるか。よし、お疲れ様。ちょっと初めての撤退ですけど、まあ安全第一で戻ってきました。またどっか行こう。よし、今日は帰ります。お疲れ様。